った食パン。ちょっと焦げた。食パン食べます。ここのパンがめっちゃ美味しいねんの。いただきます。焦げてないけどな、言うてめっちゃだよね。どこのパンやろ、分からへん。でもめっちゃ美味しい。わ、ほんまや、後ろハロウィンや。あれ、昨日から？桃が絡んでる。ハロウィン。おいしい。マーガリン塗ってます。うん、これ、フレンチトースト合うんかな。なんか本来のなんかめっちゃ味ついてるんですよね、パンに。これはあとは苦手なの。うん、あるある、パンが買い忘れんの。うん、うちもよく噛んで、よくはないけどたまにある。なんかね、ネギも美味しい。うん、うん、お母さんが飾り付けしてくれるんですよ、いつも。あ、そう、今日テスト。頑張るね。頑張るって言っても一教科やけど。テスト期間ってなんでこんな、なんでこんな朝がなんか思いやられるんやろ。100点取れるかな。昨日勉強してんけどな、一応。日本史、日本史のテストやったんですけど、なんか出ると思ってやったとこ全然出なくて、なんか知らん言葉がいっぱい出てきて、日本史がちょっと怖い。私めっちゃ進級心配されるんですけど、私は普通に余裕逆にやばいよな、高校で進級できんかったらやばい。無理そうで単位は取れます、あの高校は。でも冷めちゃったのが残念。ちょっとパンの話戻るけど、おいしい。
なんか朝からトースト食べたいわ。作ったよって言ってくれへんかな誰か。これはマーガリンやけど、なんか作るって言ってもさ、めっちゃ時間かかりそう。あれ浸すのも時間いるし、焼くのも時間いるさ。そんなことないの。うん、ASMR めっちゃ好きやね。ももうん、硬い。うん、パン屋さんの巻いていい香り。それパン屋さん好き。おいしい。おにぎり好きやけど朝に食べれなくなった。あ、CM 出れそう。関係者の方お待ちしてます。食べるの早いかな。どうやろ、好きなもんは早いかも。確かにあっという間なくなる。もう一口。うん、うん、うん。こちらはホットになるはずだったある飲み物ですが、何でしょう。うん、見えるかな。見えへんの。見えへん。こんな見えへん。お、正解、ココア。ピンポーン。なんか内容言われた。あったかい飲み物飲みたいなって思って見たらココアがあったから、もうこれやと思って。でもココアってさ、粉にお湯入れただけじゃさ、なんか物足りひんから牛乳入れるんですけど、牛乳がめっちゃ冷えてて、でもお湯入れてもなんかあんま暖かくなってくれなかった。牛乳の冷たさにやられました。
確かに牛乳もチンすればいいんか。今度からそうしよう。ごちそうさまでした。マジ寒かっ、寒って思った今日。朝ホットなんか飲もうって思ったことないのにさ、最近今日はもうあったかいのにしようって思った。マジで寒い。今日はもう、いやでも日中あったかいとかあるじゃないですか。もうそんなもないんかな、どうなんやろ。うーん、もうあれかな、分厚いシャツ出すべきかな、ヒートテック。寒いもんな。21度って低いな。22度が人間がちょうどいい気温だし、23度やったかな。マジもう長袖着ようかな。あ、山村さん出したの？マジ？姉ちゃんもうそろそろ出していいな。今日は長袖に長袖に長袖を重ねようかしら。東京の方が低いんじゃないの？そんなことない？電車の中暑い？電車の中ってどんなやったかな、あんま記憶ないな。電車であんま何も考えてないな。あ、そんな変わらんのや。北海道はどんな感じ？北海道の皆さん寒いかな。冬服や、ほんまや、冬服買いに行きたい。ゆく、欲しいな。え、北海道雪降ってんて。なーにそれ、北海道一桁？無理無理。埼玉14度、14度以上は14度以下やばたん。確かに秋冬です。秋服寒いな。スカジャンってまだ流行ってんねや。全然わからんわ。わかる、みんなが服着たの確認しないと着れない。私もみんなに合わせるタイプでも、あ、それが秋服なのか冬服なのか見分けがつかない。あ、くしゃみ出そう。花粉もまた飛んでくるな。もう嫌や。冬乾燥するしさ、花粉もあるし。もう冬って私ほんまにダメなんですよね。合わない。でもメンバーは冬の方が好きっていう人がね多い。やっぱ服とかも可愛いのが多いねんて。で私は、まあ、冬服も確かに可愛いけど、かさばるのが嫌やねんな。お、時間経ちました。ではランキングアップしようかしら。13位ガチのトリスさん、ありがとうございました。12位ヒデさん、ありがとうございました。11位オパオパさん、ありがとうございました。10位久保まさき、ありがとうございました。9位コニーさん、ありがとうございました。8位ゆいちゃん、ありがとうございました。7
7位おぎおぎさんありがとうございました。6位みっちありがとうございました。5位えいめいちゃんありがとうございました。4位のっぴーさんありがとうございました。3位ペンペンさんありがとうございました。2位富士さんありがとうございました。そして1位はコニーさんありがとうございました。ではまた明日、明日はね公演だね、誰かのために公演ですから、はい、そんなこんなでまたね。